はい、コツの趣味部屋です。はい、もう見しちゃいます。はい、スーパーマスタースターズピース、はい、SMSP ですね。はい、今日からやってました。はい、でね、今日はねそれの開封ということでねやっていきたいんですが、まず何が出たかっていうんですけれども、それはね、もうはっきり言いましょう、私ロット買いしました。なのでね、はい、全種コンプしてます。はい、まずね01番、はい、これは普通のブラシ彩色ですね、いつものね。はい、で、はい、02、これもね、ブラシなんですけど、普通のね、スーパーサイヤ人バージョン。はい、で続いて、03番、これは普通の通常ゴジータですね。はい、でラスト04番、これは2次元ですね。はい、2ディメンション、はい、ということでね、4つ、コンプリートしてます。なのでね一つ一つ見ていきたいと思います。はい、はい、一応ね箱の中身なんですけれども、こういう感じのブリスターですね。はい、普通にね補助パーツ、はい、でこんな感じで入ってますね。はい、こちらは普通のブラシのやつです。はい、では早速ね、開けて確認していきましょう。はい、開封しました。はい、ではね、まず01のブラシから見ていきたいと思います。はい、ブルーですね。はい、こちら、はい、いや見た感じねめっちゃかっこいいと思って、うん、いやいいねと思ったんだよね。うん、めっちゃかっこいいと思ったんだけど、よく見るとわかります？眉毛がね、はみ出して下に色がいってるんですよ。へっ、うん、汚ねえ花火だ。枠からはみ出しちゃってるっていうのひどくない？全然ね、なんか本当は位置が違うんだよね、この青い線の位置が。いや、この色ムラは半端なく、ちょっとこれはきついな。眉間にまで行ってもんね。いや、これはちょっとないなぁ。いや、かっこいいんだよ。めっちゃかっこいいの、これ。それだけにこれは残念だなぁ。まあ、自分はロット買いしてるんでね、うん、まあ、別の個体を見て飾ればいいんですけど、これを一発で引いた人からしてみりゃ、これはまあめっちゃクレームもんですよ、これ。いや、これはないな。うーん、厳しい。いや、これは厳しいな。はい、ということでこれ01ね。はい、はい、続いてね、02、はい、ブラシ2、はい、スーパーサイヤ人バージョンのゴジータ、こちら、めっちゃかっこいい。すっげえかっこいいな、これ。うーわ、いや、これもかっこいいな。はい、で、ご尊顔、これはね、色ムラはないですね、今のところね、うん、特にこれといって目立つ色ムラはないかなとは思います。はい、いや、何気にこのスーパーサイヤ人バージョンのゴージータめっちゃかっこいい。かっけー、素晴らしい、うん、
これは実に素晴らしいね。いや、かっこいいこれ。うわ、かっけ。はい、はい、ということでね、02、はいはい、続いて03ブラシ3、はい、普通のゴジータ、こちら。いや、かっこいい。はい、いや、もうね、かっこいいですよね、普通にね。はい、いやー、かっこいい。まあ、ただね、ところどころにね、これちょっと黄色いのがついてたりね、色ムラがちょっと今回激しいかなっていうのがちょっと見受けられるかな。あのね、顔もそうなんですけど、ちょっとここに黒い点がついてたりね、うん、で、若干ちょっとこう眉毛の輪郭がちょっと下になってたり、厳しめに見るとね、うん、ちょっとあらが結構目立つな、今回塗装。ちょっとそこ残念かなって思うね。いや、普通に5000円口だからさ、そこはちょっとちゃんとやろうよって思うけどね。個体差が今回激しいらしいですね。はい、なんか眉毛がないゴジータとか、なんか写真で見ましたけどね、最悪だよね。あそこまで行くとすごいけどね。はい、はい、ということで、03のゴジータ、はいはい、ではね、最後04、自分が一番ね、期待している、二次元彩色、はい、04番こちら。いや、すっげえな、この出来。いや、二次元すごいな。もうなんかね、影の当たる部分と当たってない部分のこの陰影のね、うん、すっごいはっきりして塗られてるって感じですね、今回ね。いや、すーげえ。うわ、すごいね。うわ、二次元もね、特に目立つ色ムラがないのは本当不幸中の幸いかなと思いますね。他の個体がちょっと色ムラがあるだけに。うわ、かっこいい、これ。めっちゃかっこいい。やばいね。はい、裏もね、ちゃんと二次元彩色になってますね。いや、これはすごい。いやー、かっこいい。はい、二次元彩色、はい、ではね、4体ね、並べてみたいと思います。はい、ということでね、こう並べてみました。いや、こう見るとね、いや、すっごい全部かっこいいんですけど、なんか金髪が一番かっこいい気がするね、スーパーサイヤ人。いやー、これはかっこいいなー。いや、で、ここでね、一つ疑問が出たのが、ブラシ、一番最初のブラシがないじゃんって思いますよね。はい、こちらですね、はい、この眉毛がやばい、眉毛が下に下がったゴジータ、はい、こちらね、あの、なんとね、台座っていうか補助パーツありますよね。なんと補助パーツにもね、すっごいなんか汚ねえの、なんか黄ばんでるしね。
最悪だわこれ。だからもうなんかね、一瞬ちょっとここに置こうかなと思ったんだけども、なんか入れるのも嫌だなと思ってね。いやこれ最悪の答えですね。なんなんだこれ。いやこれはひどい。なんか今回ね、ほんとネットでもね結構騒がれてますけどね、個体差が激しいらしいです、塗装の。だから皆さんもね、ほんとこう注意してもらった方がいいかもしれないですね。でね、あのなんでじゃあブラシもう一個開けてやればいいじゃんと思うんですけど、今手元にないんですよ。はい、一応コンテナの方で、とりあえず 4種類だけ取ってきたんで、ちょっとね、離れた場所にあるんですよね。はい、なのですぐにはご紹介できないという感じなんで、今日はねこれ3体だけ、はい、この3体をね、ちょっと回転台座に乗せてね、今回はお別れしたいと思います。あとね、ちなみに、次回の、予告もしておきます。はい、当日、これと同じ 日ですね、はい、に、私ねもう一つくじをやってます。それがね、こちら、はい、ワンピースですね。ワンピースの一番くじ、はい、このシリーズわかりますかね。これをねやってきたんですよ。はい、墨絵式のあの感じのフィギュア、はい、これをやってきたんで、なんでやってきたかっていうとね、まあゾロが欲しいのもあるんですけど、めちゃくちゃいい状態で残ってたんですよ。はい、それをね次回ご紹介しますんでね、ぜひこの機会にねチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。はい、はい、ではね、最後は、この3体上げ台座に乗せてお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。Get up.